ご覧いただきましたように第2マッチゲームカウント3対2日本生命レッツエース森井さくら選手が取ってくれました。イエス。さあこれで、ね、率直なお気持ちをお聞かせいただきたいと思います。そうですね、昨日と今日がすごい重要だと思ってたので、まあ、私自身は1勝1敗であんまりいい結果とは言えないんですけど、チームは2勝できたので本当に本当に嬉しいです。さあ第2マッチフルゲームまでもつれた熱戦でした。試合を振り返って勝利を決めたポイントはどこにあったのでしょうか。昨日も負けたんですけど、自分の中で結構いいプレーができていたので、それを信じて今日、ゲンさんにしっかり勝つことができて本当に嬉しいですし、自分にとってもすごい自信になりました。さあそれでは最後に会場にお集まりの皆さんに、そして中継をご覧の皆さんへ熱いメッセージをお願いいたします。はい、今日で勝ってもうまだ2位ということなので、そうですね、5連覇目指してみんなで頑張るので、これからもずっとずっと日本生命レッドエルフの応援をしていただけると嬉しいです。今日も本当にありがとうございました。